嘘やろええー、私らが中にいること気づかずに、体育委員が鍵閉めたよな。ど、どど、どうしようど、ど,どどどど、どうしたら落ち着けど、ど,どど、どうしようど、どうしたらああ。落ち着けって。す、すみません。で、で、でも、ど、どうしますどうしよう。この倉庫、窓とかもないし、この扉が開かんことには。そのなが持ってるいや、こいつに置いてます。私もや、助けが来るの待つしかないな。助けって、もう6時間目で授業終わりですよ。夜になったら警備員さんが巡回してくれる。 帰ってこうやんってなったら親が心配してくれるやろうから最悪明日の朝どっかのクラスが体育やからこの倉庫開けるわあそっかそっかなんかそれじゃ落ち着いてますねまあ焦ってもしゃあないからなすごい僕なんてもう半分パニックですよ半分どころちゃうやろいや待てよこの状況アニメとかで言うからお約束展開女の子と男の子が狭い密室に都合よく閉じ込められ脱出するすべもなく助けを待つご都合展開 不安心が互いの結束を強めるり橋効果のおかげもあって、れる互いの存在を強く意識し合い、徐々に恋しいと発展していく。そうかこ、これは、もしかして、神様がくれたラッキーステージなのではお前全部口から出とんねんそう考えると楽しくなってきたな。ジョージョどうなってんのあー、今日も疲れたな確かに。そいや、さっきから心臓見えんけど、どないしたんや教室におらんかったけど。もう帰ったんやろ早いな陰気あってんのは誰よりも早く帰ることに命かけてるからな。意味わからん。おい外に誰かおるぞ今誰から聞いてくれるやろいや、待ちましょう。な、なんで様子見ましょう。なんで まだ何もやってないじゃないですか。このイベントは閉じ込められてからがスタートなんですよ。スタート体育マットに座って互いのことを話したり、出たらどこかに遊びに行こうとか約束したり、そのために連絡先を交換する約束したり、まだまだやるべきことは山積みですよ。それを放棄して逃げ出すんですかもうお前から逃げ出したよ諦めんなよ諦めんなど、え諦めんなどういうことこ、来い来いそういえば明日から体育直前するらしいで。おい、どっか行ってもうたやろせえ、<laughs> 何がせえわやねんどうすんねんこれでほんまに教会られへかもしれんぞ心配いらないですよ、ソネさん。人ってのは一日二日食事を取らなかったからといって、そんな簡単にはしみません。こいつ 正確には3日間水分を摂取しないと危ないそうなので、まあ最後2日目くらいから焦りましょうよ。このイベント2日かけすぎじゃないてかそもそもこれでいいことをイベントって呼ぶなよエウラが当たったこれはでかい最高や帰って即生理物厳選しないとエウラのために厳選食べてた甲斐があったあああれ なんでこいつ追い詰められると松岡修造みたいになるのあかん気づかんわどうすんねんこれソニさんが最近ハマってるものって何ですか勝手にスタートしようとすんなめっちゃ水降ってるのに水が飲めへんそうなんですかへへぼもですおまけ音出てるんか誰も学校に来てんのかなわかりますへへへあかんお前死ぬ <laughs> こいつは魂が死んでる <laughs> もう数時はずっと誰かと喋ってる ちゃん、<laughs> 死んでくれそのままお前らこんなとこで何しとんや